皆様こんにちは。本日バンバ塾を担当させていただきますバジ文化応援アイドル桜花の奇跡一ノ瀬慶奈です。桜花の奇跡は毎週月曜日にこちらのバンバ塾担当させていただいております。本当にありがとうございます。本日は6月28日月曜日に行われる帯広11レースのことざ特別の予想をしていきたいと思います。まず私の注目馬1頭目はこちらです。9番の心の宝です。はい、前走はシルバーカップオープンの A1 クラスで9着に敗れていますが、この時の馬場水分量は 0.8%、 本馬は 1% を切るような馬場水分量だと構想が少ない印象です。なので前走は度外視して2走前の A2 クラスを見ていくと、第2障害を超えてからもしっかりと足色がありますし、昨年も同じような時期にしっかりと馬券圏内をマークできていることが多いので、このクラスに慣れている点もアドバンテージかなと思います。ただ当日のお天気と馬場水分量はちょっと注目しておかなきゃいけないなと思います。続きまして2頭目の注目馬はこちらです。2番の丸み豪快です。はい、本馬は第一障害に行くまで少しのんびりめにこう向かっていって、そこから第二障害に行くまでにポジションを上げていくのが構想のポイントかなと思いました。これができると障害でも苦しくなることが少ないような気がします。また前走心の宝と同じレースですが、本馬は2着、馬場水分量が 0.何%のような時でも心の宝より乾いた馬場で構想傾向があると思いました。期待してみたいです。馬券の方はどちらのパターンも考慮して、うまくフォーメーションで心の宝と丸み豪快から、相手にこのクラスでも3走前に勝利がある白大砲と大崩れの少ない俺の大将へ流してみました。そして3連単フォーメーションでちょっとだけ攻めてみたいと思います。みんな無事に頑張ってほしいです。以上、それいけバンバ万栄の奇跡でした。